金工作家の伊藤昭恵と申します。今回はサンライギャラリーで3年ぶりの個展をやらせていただいています。私は100人一首をテーマにした金属の作品を制作しているんですけれども、今回は100人一首の中から月の歌、月を読まれた歌が12首あるんですが、そちらをモチーフにした立体作品とこのような平面の額作品を展示しています。9月23日まで、展示中です。よろしくお願いいたします。79番左京のダイブ秋助の歌、秋風にたなびく雲の絶え間より漏れいずる月の影のさやけさという歌をモチーフにした作品です。歌の意味は秋風にたなびく雲の切れ間から漏れ出てくる秋の月の光のなんとすがすがしいことだろうという歌なんです。こちらの方は秋の草のすすきや、こちらの方よく秋に出てくるセイタカ、泡立ち草などをこうちょっとデザインして彫っています。文字が打ってありまして、秋風にたなびく雲の切れ間より漏れいずる月の影のさやけさという具合に、絵と文字で、一つの作品を表現する足手という古典的な美術の技法がありまして、それを使って、現代的な、工芸作品を作ろうという試みで取り組んでいます。57番紫式部の歌です。これは百人一首には恋の歌が多いのですが、こちらの歌は友情を詠んだ歌です。久しぶりに会った幼なじみがすぐに帰ってしまった時の物足りない気持ちを、紫式部が歌にしました。この歌は、7月頃に、作られたという記録が残っているそうなので、下にある植物は道断ツツジという7月に綺麗な、青々とした、生き生きと茂る植物がありますので、それを図案化して蹴り彫りで表現しています。で、歌に読まれていた雲などを、鈴引きで表現しました。そしてこれは鳥が、あります。鳥は布目造眼で表現し、こちらは、英詩訳、ピーター・マックミランさんが訳された、歌から取っているんですけれども、この You had come and gone っていうところの You は鳥として表現してありますので、ちょっと見えにくいですけど、英語でこちらに You を除いてハートカムアンコンというふうに、これも絵と文章で、一つの歌を表現できるように、絵で表している月などの単語は文字では、彫らないという形の、これも足手を意識した、図案作りをしています。